フィッシング詐欺に注意フィッシング詐欺なら知ってますよ今流行ってますもんね最新スマホ当たりましたとかそういう迷惑メールは開きませんだから各企業も注意してるんですねクレジットカード会社からメールが来ました。 緊急フィッシング詐欺防止のためパスワード変更のお願いこれもフィッシング詐欺だよくある当選メールだけじゃなくてクレジットカード会社や銀行名を語っている詐欺もあるんだぞサイトにもパスワードの変更をメールでお願いすることはないと書いてあるだろう サイバののおおかかげでで助かりました。お礼の魚です。え私はそんなのには釣られないフィッシング詐欺の特徴クレジットカード会社や銀行などの名前を語ってカード番号や口座情報を入力させようとするメールが送られてきます重要 緊急といっった連絡をてて送られてくるる場合もあるんです。対策金融機関が個人情報をメールで問い合わせることはないそんなメールを受信したら契約している金融機関に問い合わせてみることメールに書かれているリンク先 URL は危険なのでクリックしないようにすることいや